石崎バイオに今遊びに来てますけど、社長さんが今ですね、球根を植え付けてます。キバナの後輩だそうです。大きめな球根ですね。拾って今ポットに植えてます。このところずっとフラスコから出した球根を植えてるそうなんですけども、よく宇宙蘭やってる人がですね、宇宙蘭を買ったら育たなかったっていう話は聞くんですけども、やっぱり大事なことはこういう植え付ける用土、それからまあ球根をどのぐらいポットに入れて芽出しからどんな管理をするか、まあ、もっと極端なこと言えば今こう植え付けたこういう球根ですね、来年の春の芽出しまでどんな風に管理するか、まあ、そういうことを含めてきちんとできていれば大きくはなるわけです。まあ、これもですね、鹿沼土がベースになって山苔が混じってる用途ですけども、まあ、これでだいたいこの近辺のですね、栃木県北関東あたりの業者さんあるいはマニアの人はだいたいこれがベースとなってますね。粒は比較的あの細かめの粒ですね。今植え付けている時ですね、球根の上の方はですね、少し覗いて見える程度ですね。全体にあの植え付け終わったらここに薄くまた上にかけて、それから水をくれる際にこの用土が浮かないように藤綱をかけるっていうのが大体一般的なこの辺の植え方になってます。こちら交配するような親木で、まだこれから植え替えるっていうところですね。もうあちら側は全部植え替えが終わったポットです。まあこれからどん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 植え付け作業が始まるわけですけども、まあ、寒い時期ですけどね、こんな風にして来年の芽出しを上手にするために今きちんとやっておかないとやっぱり来年よくできませんからね。まあ、後ほど培養室などをまた取らせてもらいますが、今植え替え作業をしているところをアップしました。動画に撮りましたので後ほど YouTube にアップします。